AEC 走行車は第二次世界大戦中にイギリスの AEC 社が開発した一連の重走輪走行車である。ミドルセックス州サウスオールにあったトラックとバスの車体を生産する AEC 社は同社が開発した AEC マタドールの車体を使用した走輪走行車の開発を計画した。これは私的な試みであり、1941年に 試作車がロンドンのこの絵兵のパレードで展示され、ウィンストン・チャーチルに好意的な感触を持たせた。その後、629両が1942年から1943年にかけて生産された。AEC 社は同時代の戦車に匹敵する火力と防御力を持った装甲車の開発を試みた。最初の装甲車はバレンタイン副氷戦車の砲塔と日本土包を 搭載した。以降の派生では6ポンド砲、または7 5ト、mm、ル砲を搭載し、火力の増強を行った。これらの車両は2丁の機関銃と、円幕弾投射機、ナンバーワン級無線装置を搭載した。マーク・アイは、1942年後半の北、アフリカ戦線で最初に、実戦投入された。いくつかの車両は、クルセーダー巡航戦車の砲塔と6ポンド砲を、 装備していると記録されている。マーク2とマーク3はイギリス陸軍と英印、e、軍の部隊に配備され、スタックハウンド装甲車と共にヨーロッパ作戦戦域で戦った。本社は終戦後もアルビス製 FV601 サラディンに代替されるまで軍務に就いた。レバノン軍は1976年まで本社を運用した AEC マーク I 装甲車。 ありがとうございます。